お世話になっております、マサルです。今回はハイブリッド暗号方式について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にハイブリッド暗号方式とは何か、概要についてお話します。その後、ハイブリッド暗号方式に出てくるキーワードとしてセッション鍵についてお話します。最後にハイブリッド暗号方式の流れを見ていきましょう。それでは始めていきます。過去の動画で勉強した共通鍵暗号方式を思い出してください。共通鍵暗号方式のメリットはシンプルな処理を行うので処理が早い、高速な通信ができるというものでした。しかし共通鍵暗号方式は共通鍵を安全に配送しなくてはいけないという鍵の配送問題がありました。一方、公開鍵暗号方式では鍵の配送問題が解決されています。ただ共通鍵暗号方式と比べると処理が遅くなってしまうという問題点があります。そこで今回勉強するハイブリッド暗号方式の登場です。ハイブリッド暗号方式は共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の組み合わせで使います。共通鍵暗号方式の処理が早いというメリットと、公開鍵暗号方式の鍵の配送問題がないというメリット、この2つのメリットを組み合わせて暗号通信を実現することができます。次のスライドでハイブリッド暗号方式の流れについて説明します。その説明の中でセッション鍵というキーワードが出てきます。あらかじめここではセッション鍵について説明させていただきます。ハイブリッド暗号方式ではセッション鍵を使って送りたい平文を暗号化します。セッション鍵というのは今回の通信のために作り出される乱数です。このセッション鍵は疑似乱数発生器によって作り出されます。送信者と受信者がセッション鍵の情報を共通鍵として暗号化と複合に利用することで高速な暗号通信をすることができるようになります。次のスライドではセッション鍵という言葉が出てきますが、セッション鍵というのは乱数の情報であり、送信者と受信者が暗号通信をするための共通鍵として利用されるというところを覚えておいてください。それではハイブリッド暗号方式の流れを見ていきましょう。ハイブリッド暗号方式では送りたいデータをセッション鍵を使って暗号化します。セッション鍵は共通鍵として利用するので、セッション鍵の情報は安全に相手に渡してあげる必要があります。そこで公開鍵暗号方式を使って相手にセッション鍵を渡してあげます。最初から流れを見ていきましょう。送信者は平文を暗号化して相手に送りたいです。そのため送信者は受信者の公開鍵を入手してきます。公開鍵の情報は公開しても良い情報なので誰でも手に入れることができます。次に送信者は疑似乱数発生器によって乱数を作ります。この乱数をセッション鍵として利用します。送信者は生成したセッション鍵を使って平文を暗号化します。さらに受信者の公開鍵を使ってセッション鍵を暗号化します。送信者は暗号化したセッション鍵とセッション鍵を使って暗号化した暗号文を相手に送ります。これが送信時の流れです。次は受信時の流れです。受信者は受信者の公開鍵によって暗号化されているセッション鍵の情報、送信者が作ったセッション鍵によって暗号化された暗号文が届いている状態です。受信者が暗号文を複合するにはセッション鍵の情報が必要です。セッション鍵は受信者の公開鍵によって暗号化されています。なので受信者の秘密鍵を使って複合することでセッション鍵を取り出すことができます。取り出したセッション鍵で暗号文を複合すれば受信者は平文を取り出すことができます。これ以降の暗号通信は共通鍵であるセッション鍵を利用します。このように共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の良いところを組み合わせたハイブリッド暗号方式を使うと安全に共通鍵を渡すことができ、共通鍵を手にした後は共通鍵による暗号通信を行うので高速な暗号通信を実現することができます。ハイブリッド暗号方式ってよくできていますよね。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございます。最後におまけ動画用意しています。滑っている自覚はあるんですけども、一生懸命作っているので最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
共通鍵と公開鍵のハーフハーフでハイブリッド暗号方式にいただきました。はい、今日も学んで登録テキスペ情報支援士2つの色差を利用する共通鍵高速処理公開鍵簡単に公開鍵鍵渡せる暗号方式2つの色差を利用する共通鍵高速処理公開鍵簡単に公開鍵鍵渡せるハイブリッド暗号方式公開鍵でランス渡す公開鍵ゲットしてランスをブレイクしてランスでクリットしてランスをセーフに渡す公開鍵でランス渡す公開鍵ゲットしてランスをブレイクしてランスでクリットしてランスをセーフに渡す。いきなり過去問に挑戦。情報セキュリティマネジメント。平成31年春午前10時28。オープン TGP や S マイにおいて用いられるハイブリッド暗号方式の特徴はどれか。あ、い、う、え、どれになるでしょうか。ポッ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 チン。正解だと思う答えをコメント欄に書いてみて。